私も一人じゃ何も前にも進めなくて、いろんな人の力を借りてこの CD もできたので、そんな思いが伝わるといいなと思います。では夢花を聴いてください。いきます。エールという曲ですね。はい、最後の曲になります。聴いてください。Thank you.